ヨハネス8世は、ローマ教皇。教会官用名はヨハネ。西暦820年頃、ローマに生まれる。長年助祭長を務め、ニコラウス1世とハドリアヌス2世から信頼を置かれた。教皇等位は、ハドリアヌス2世死後の872年12月14日で、この時52歳であった。ローマ市民だけの協力によって、サラセン人の攻撃からローマを守った。 旧世紀における最も有能な教皇のうちの一人と考えられており、この後、レオ九世が登場するまでの約200年において、教皇権が最後の輝きを見せた時期のローマ教皇であった。ヨハネス八世は、サラセン人のイタリア侵入対策として、ローマ皇帝ルート美ヒ二世に援助を要請、死後は王権に対する教皇権の有意を保持しようとして、875年に、 西フランク王シャルル2世に対して皇帝退官を行った。877年にシャルル2世が亡くなると、老いの東フランク王カールマンに援助を求めたが、実現せず、881年にはカールマンの弟の東フランク王カール3世を皇帝に退官した。しかし、その目的は十分には達せられなかった。東方教会との関係にも、 福良869年から870年まで開催された第4コンスタンティノポリス公会議では、コンスタンティノープル総主教ホティオス一世の追放が決められ、全教皇ハドリアヌス二世も同意していたが、ヨハネス八世は879年から880年に、再び開催されたコンスタンティノポリス公会議で、ホティオス一世の復帰を認め、聖教会との関係は、 良好になったが東への影響が弱まった。一方、メトリオスのスラブ人伝道を支援したが、ローマでは立場が不安定で反対派貴族を破門したこともあった。そうした情勢の最中に、ローマ貴族の抗争に巻き込まれ、882年12月16日に暗殺された。年代記によると、ヨハネス8世は毒を盛られた上で撲殺されたと言われ、 犯人は、教会内の何者かと言われているが不明。次の教皇は、マリヌス一世が選出、暗殺容疑をかけられたフォルモススは、無罪放免にされた。ありがとうございます。